はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。今回はですね、亜麻色シーズン3位で金アイコンをめでたく取ることができました。イエイ。で、最終日はね、ダイトムルナーと組んで金アイコン確定まで持ってったんで、その時のね、リプレイを解説していきたいと思います。で、僕、シーズンでダイトムルナーと組むの初めてなんですよね。まあ、彼らといえばね、ダイトムルナーと組めば金アイコンは確定で取れるって言われてるぐらい、めちゃめちゃ、すごかったんですよね。最近はなんかあんま走ってないんですけど、まあその前まではマジでダイトムルナーのアット1に挟まってみんな金アイコン取るみたいな、まあ結構流行ってて、そうね、まあそんな最強のコンビだったんですけど、まあめちゃめちゃ強かったね。いやマジこんな勝てるんかっていう。最終的な勝率は 91% かな、うん、っていうね。もうね、やばいね。みんなね、オールでコンパスしててっていうか、まあコンパスをしてるわけじゃないんですけど、みんなオールしてて謎に。で、僕は18時間連続でコンパスしてて、本当にみんな眠たいはずだし、まあ僕が特にやばいんですけど、まあそんな中でもね、そのなんか異次元の勝率を出せたっていうね、まあ彼らの強さが分かりますね。マジでやばかったね。まあだからめちゃめちゃずっとコンパスしてるから、ちょっとガバいかもしれないんですけど、まあそれ込みのプレイングだと思ってみてください。で、ここちょっとね、通話で、自陣 A 大丈夫って聞いて、上はいつでも取り返せるんで、下の方がやばいなと思ったんで、とりあえずカバー行って、で、その間にね、マリアがドアで上行って、C1 回取られて、で、また下とね、上を同時に圧かける形ですね。で、キリアスで、リリカな理由なんですけど、なんか、ルノアが、リリカするわ、みたいな感じで、めちゃめちゃ適当な理由だと思います。本当に。マジで深い意味はないと思う、うん。で、とりあえずキル重ねて、まあ、下でキル取ってもすぐ上行けるんで、僕は。まあ、全然追っかけても大丈夫。で、ちゃんとね、リリカも軽く出せるんで、キリアス一緒にいなくても大丈夫なので、とりあえず2点取りして、まあ、相手にね、負荷をかけていきます。で、ここちょっと死にそうだから、白虎暗示連切りして、たまたま下にダメが張ってる相手がいたんで、集荷の。で、ここは拾ってくれるんで、すぐ上行きます。で、ダイトモが同時にね、キルしてくれたんで、ここで2点取りすれば、多分取れますね。いいね。まあ、ライステは、キルとはめちゃめちゃ上行きやすいんで、まあ、下も詰めつつ上で戦うとか、そんな感じの立ち回りも行きますね。まあ、もちろんね、上3人で行ってっていうのもね、全然強いんですけど、まあ、そこら辺は、まあ、相手の編成によってとか、まあ、今回は相手がドアがあったから、まあ、ドア C にね、2回飛ばれると、ちょっと C3 人やりきるっていうのは難しいと思うんで、下と同時に攻めて、まあ、ドアを分散させてみたいな形でやりました。で、うまく取り返せたんで、まあ、ナイスって感じ。いいね。アタッカーでね、僕金取れてめちゃめちゃ嬉しかったですね。まあデッキがなんかすごいことになってるんですけど、まあこのデッキ本当に強かったね。号令とね、入れ替えつつやりました。まあなんか、耐久が多かったら号令にしたりとか。まあ今回に関しては、ダイトモがアバカン持ってたんで、まあスタンは入れなかったんですけど。まあ他の固定だったら号令にしたりとか。まあいろいろ工夫しながらやりましたね。で、次がデラクラで、うん。で、金ボーダーが S8 の300いくつとか、なんか、ここ1年で一番高かったみたいな話を聞いて、マジで、みんな、モチベやべえなって思いました。死ぬかと思った、本当に。マジでしんどかった。で、ルノアが最終的に、まあ最後多分別でずっと潜り続けて落ちちゃったんですけど、僕とやった時は400ちょいぐらいまで、S8 の漏れてて、もうすぐ S9 やんって思ったんですけど、まああのままやり続けてれば S9 はいけたんかなって思って、ちょっと僕の元気があればやりたかったですね。残念。まあここ数年はシーズン S9 は出てないと思うんで、いつか行ってほしいんですけどね。で、グスから落とします。まあアバカン起点でもいいし、僕がダメが張りつつレンジでこかして、それ起点でもいいしって感じで、まあ特にどっちから行くわっていうのは話してなくて、まあ、お互い考えてることは一緒でカードが被った形ですね。で、ここ集荷の吐いて、
でダッシュに HA 合わせて止めます。でここ相手偉いね、レンジに耳合わせてそのままリベルレからの号令連切りで弾かれて一旦死ぬかな。で僕が死んでグスにルノアはやられずに、ただ集荷もらったんでダイトも一人で、まあ二陣取られるのが一番やばいけど、二陣は広がってるからワンチャンシーン守れないかなって、まあチャレンジした形ですね。ここで二陣広がってなかったらダイトもちゃんと引いてたと思うんで、まあ足並み揃えるためにも別にワンチャン死んでもいいから。でもここでね、あのダイトもミリだけど一枚落としてくれたんで、ここからすぐ起点作れて打開につなげることできましたね。まあ突き足あるから、ダメージを食らう立ち回りもアスナができるのがでかいですね。でこれはディーバなの分かってるんで無視してそのまま前行きます。一応ソーンがミリで1咲いたんで、ルナだったら多分通常一発でいけるかなって感じで一応前詰めて、たださすがに家が合わせられる。でここはキリアスでグスを落としたいかなって感じで、うまく HA がハマったんでそのまま2人でつなげてナイス。まあとりあえずね、あのグスに対しては僕は白虎貼っとけばなんとかなるんで、僕に対してグラナート入ったらめちゃめちゃあのアドなんで、たった3秒のためにね、で10秒でまたダメが上がるんで全然あり。まあ一番耐久高いんで、まあ、スプリンターよりもまあ前張る感じで今回戦いましたね。まあ、大体も結構前行ったんですけど、ルミナスとかだと特に僕が一番前張ってとか、まあ、タンクみたいな立ち回りしちゃいました。まあ、それがね全体であの耐久低かったけど、なんとかもう巻いた原因かなっていう。キリト様様で最後は C でカードレンギリして飛ばないようにして勝ちと。いいね、安定してる。いや、なんか大友がめちゃめちゃ捨て高いっていうわけでもないのに、謎の家が回復なしデッキでめちゃめちゃ前線張ってくれたんで、この固定だと僕はそんなに前行かずになんか適当に周囲振ってるだけで勝てましたね。最後はナッカラです。でなんかシーズン終盤ってめちゃめちゃ嫌なステージ引きませんか？なんかないそういうの。ナッカラとかライステとかめちゃめちゃ引いて、あのデラクラ本当に珍しかったんですよね。本当に全捨てかよっていう感じだったんですけど、何なんだろうね。でこれを押されてあの HA3 段できなくて切れてます。でこれはアンジュタッチかな。でこの固定何がいいって、僕が体力初期で1万超えてるから、もうとりあえずアンジュ100個張ってあの C タッチして死にそうだったら突き足でワンチャン耐えるんですよね。まあそれで初手 C 取りやすいっていうのは結構良かったね。うん、マジ青突き足最強で、ダイトモは A 広げてもらって、僕は一応 C 見ないといけないんで、まあ2人 C 見れる状態をちゃんと作ることが大切なんで、本当に一個一個のプレイングっていうよりかは、まあ、ちゃんと立ち回りでなんとかカバーする形でやるといいかなって思います。シーズンとか本当に疲れちゃうから、まあ、なんか対面力とか落ちるんですよね。まあ、だから本当に立ち回りでミスってもいい立ち位置とか人数状況とかちゃんと作ってなんとかするっていう、まあ、感じで、しのいでました。もう本当にね、何喋ってんのか分かんないし、もう頭おかしくなりそうだった。コンパスすぎてこんなに連続でやったの5年間で初めてかなっていう。もうすぐで1日経っちゃうところだった。コンパスし続けて、で上から集荷の入れたんですけど、ちょうど切れたね。まあただ僕は死なずに暗示中なんで、ちょっと攻めようかなっていう感じで、多分ルノアにだいたいカード入ったんで僕は強気で、まあキリトはアスナに勝てるんでめちゃめちゃ前行ってます。でなんかダイトモがルチアーノをタイマンで落として、で HS なくなっちゃったんで、ダイトモは一旦下がって僕が C 見る形ですね。で一応まあアスナはミリで残しとこうかなって思ったんですけど、突き足入っちゃったね。で集荷の位置を吐いたんですけど当たらずに、で王政を食らわない立ち位置でまあなんとか HS を上げつつ見てます。
まあ、だからちゃんとこういうそのルノアが高台にいて、ライトモが敵高にいて、で僕がシー見るみたいな、なんかそれぞれが違う場所からシーに入るようにすれば応勢は食らいにくくなるんで、タカさんとかシー入るときもそうだよね。敵陣側から入る人と自陣側から入る人とか、まあ、いろいろ工夫して入るといいかなって思います。でこれルノア偉いのが一回収穫の待ったんですよね。ギリギリ縮められそうで取られそうなんだけど、ちゃんと我慢してから、まあ、シー入ったのが偉かった、まあ、って感じでね、めちゃめちゃ高い勝率で金取れたんで、まあ、また僕金狙う日が来るとは思わないんですけど、まあ機会があったらね、彼らと組んで、まあ、サクッと金取りたいなって思いました。そんぐらいマジでめちゃめちゃやりやすかった、強かったね。うん、まあてっぺんはまあこれからもあると思うんで、まあ、確定枠ぐらいはやるのかなって思います。では皆さんお疲れ様でした。シーズン